ゲハジゲハジは旧約聖書の登場人物で預言者エリシャの従者とされている。彼にまつわる逸話は列王き下に記されている。シュネムの夫人はエリシャをたびたび家に招いては家族でも手なしていた。そんな彼女に何をもって報いるべきかとエリシャが思案していたところ、ゲハジは彼女の出産を願って祝福することを進言する。それに同意したエリシャは彼女を祝福した。 彼女は一年後、子供を設けた。ところが、その子供は、数年後に、雲膜下出血で池を引き取った。夫人はすぐさま、エリシャの元に参じて、足元にすがりついたが、それを見たゲハジは歩み寄って、彼女をついた。エリシャは子供を生き返らせるために、ゲハジに命じ、杖を持たせて、夫人の家へと送り出した。ゲハジは到着すると子供の上に杖を置いたのだが、 子供が目覚める気配はなかった。そこに遅れて到着したエリシャが現れ、無事に子供を生還させる。エリシャによって、皮膚病が癒された、アラムの軍司令官ナーマンは彼に、贈り物の提供を申し出たが、丁重に断られたために帰路に着いた。すると、ゲハジが駆けつけ、エリシャの名を語って2着の衣服と、銀一キカルを要求する。 彼は要求した衣服と2倍の銀と手に入れると家に隠したものの、エリシャにはお見通しであった。エリシャの呪いによってナーマンと同じ皮膚病を患った。彼は伊豆子へと去っていった。ありがとうございます。